朝とです、えー。聖書メッセージの時間となりました。えー、前回、えー、ルカの福音書の発祥ですね。えー、なかなか普段、そのように、えー、このフルタイムで、えー、聖書メッセージ、えー 古壇またいろいろ説教するものでありません日々聖書を読んで、えー、どうお通しするかでその延長戦で、えー、しています、えー、この「ルカの君書八書」八書の中方ですね、えー、ミクトバの例えからその多くの奇跡いいいいですね、えー、この例え話、えー、道端に落ちるとかその岩の中に落ちるとかそして、えー、この「 弟子たちか、あのトップが怒って。えー おぶれそうでイエス様に先生先生助けてくださいと言われて、えー、イエス様から信仰の吸い物を怒られたり、そしてこの悪霊に疲れた有名ですね、8000人から、えー礼,儀礼,儀えー、礼儀音ですね、この悪霊のたくさんの悪霊が、えー、豚に乗り移って、豚が崖から落ちて、えー、そして、えー、溺れ死んでいますね、豚は。はい、その後またその12年間も長ちに患った女が イエス様触れただけで治っています。そしてこのヤイロの娘街道管理者の娘も、えー、治っていますそういう家様は神様の子です神様の力を示されました御言葉、えー、この私冒頭イエス様発祥の前で言ったように、えー、御言葉をしっかり守って愛の、えー、幸いを良い身を結ぶと ことを、えーまあ、学びと支えましたけど、えー、長くなりましたですね、まあか、今日の聖書メッセージは、この聖書の規約聖書の証言書,証言書ですね、ハバックス・ナトゥンのゼパニオン書ですね、この規約聖書も5回目となりましたので、 2章ですね。ゼパニア章は3章しかありませんので、5回目の旧約聖書の時となります。また、ルカの音書と同じく、このゼパニア章2章を読んでからのその御言葉の時としていきたいと思います。御言葉のメッセージとしていきたいと思います。ゼパニア章2章を読みいたします。ゼパニア章2章。 国民をこぞって集まれ、集まれ、えー、昼間吹き散らされるもみ殻のように、えー、あなた方がならないうちに、えー、死の燃える怒りが、まだ、えー、あなた方を襲わないうち、死の怒りの日が、まだあなた方を襲わない,襲わないうちに死の定めを行う、この国のすべての減り下る者よ、死を尋ね求めよ、義を求めよ、庭を求めよ、そうすれば、 死、えー、の怒りの日にかくまわれるかもしれない。だがガザは捨てられアシュケロンは荒れ果てるアシュドテイはマヒルに追い払われエクロンは猫毛にされる。ああ海辺に住む者たち、えー、ケレテ人の国死の言葉はお前たちに向けられている、えー、ペレステ人の国かな私はお前を消し去って住む者がないいないようにする。 えー、海辺よ、お,お前は牧場となり、牧者たちの牧草地となり、えー、羊のか、かっこいい、いい場となる、えー。海辺はユダの家の残りのものの所有となる。彼らは海辺で羊を飼い、日が暮れるとアシュケレンの家々で、えー、横になる。彼の神、主が彼らを訪れ、彼の繁栄を元通りにするからだ。 私はモアブのそしりとアモン人ののどしりを聞いた。彼らは私の民をそしり、その領土に向かって高ぶった。それや私は誓って言う、イスラエルの神、万宮の死の見つけ。モアブは必ずソドムのようになり、アモン人はゴモナのようになり、イラクサの茂るところ、塩の穴、しえの荒れ果てた地となる。私の民の残りのものがそこをかすめ奪う。私の国民の生き残りのものがそこを受け継ぐ。 えー、これは彼らの高慢のためだ。彼らが万軍の死の民をそしり、これに向かって高ぶったからだ。主は彼らを脅かし、地のすべての神々を消し去る。その時、人々は皆、自分のいるところで死を礼拝し、国々のすべての島々も死を礼拝する。えー、あなた方、苦主人も私の剣で殺される。主は手を北に差し伸べ、 足アや滅ぼし、ニネベを荒れ果てた地とし、荒れのようにし、砂漠とする。その中に獣の胸、あらゆる地の獣が伏し、ペリカンとハリ,ハリネズミはその中途をねぐらとし、フクロウはその窓で鳴き、カラスは敷居で鳴く。主が杉で作ったこの町を暴かれたからだ。これが安らかに過ごし、心の中で私だけは特別だと言った。 このあののった町なのかああその町は荒れ果てて獣の伏すところとなるそこを通り過ぎる者は皆あざけて手を喰らう <laughs> 感謝いたします、えー、ゼッパーネーション2章でしたけど今日ちょ,っと、えー、ちょっと特別ですけど、えー、ゼッパーネーション1章と3章をちょっと見てします <laughs> ゼッパーネーション1章 ユダのアモンの子ヨシアの時代に、クシの子ゼパリアにあった主の言葉クシはゲダリアの子、ゲダリアはアマリアの子、アマリアはヒゼキアの子である。私は必ず、地の表からすべてのものを取り除く、主の見つけ私は人と獣を取り除き、空の鳥、海の魚を取り除く。私は悪者どもをつまずかせ、人を地の表から立ち滅ぼす、主の見つけ 私の手をユダの上に、エルサイムのすべての住民の上に伸ばす。私はこの場所から、バールの残りのものと、偶像に使える祭司たちの名とを、この祭司たちと共に立ち滅ぼす。また、屋上で天の晩鐘を拝む者ども、また、主に誓いを立てて礼拝しながら、ミルコムに誓いを立てる者ども。 また主に従うことをやめ、主を尋ね、求めず、主を求めない者どもを立ち滅ぼす。神なる主の前に沈まれ、主の日は近い。主が一頭のほふる獣を備え、主に招かれた者を性別されたからだ。主が獣をほふる日に、私は主張たちや王子たち、外国の服をまとった、すべての者のを罰する。その日、私は神殿の四季によじ登るすべての者の、自分の主人の家を、 暴虐と欺きで満たす者どもを罰するその日,日には死の見つけ魚の門から叫び声が第二区から嘆き声が丘からは大いなる破滅の響きが起こる亡 <laughs> きお、えー、わめけ幕手首に国に住む者どもよ商人は皆滅び失せ銀をはかる者も皆立ち滅ばされるからだその時私はともし火をかざして エルサレムを探し、このそのブドウ酒のカスの上によど、えー、んでいて、主は良いことも悪いこともしないと心の中で言っている者どもを罰する。彼らの財宝は略奪され、彼らの家は荒れ果てる。彼らは家を建ててもそ,それに住めず、ブドウ畑を作ってもそのブドウ酒を飲めない。主の大いなる日は近い。 それは近く非常に早く来る危険死の日を勇士も激しく叫ぶその日は激しい怒りの日苦難と苦悩の日後輩と滅亡の日闇と暗黒の日雲と暗闇の日,闇の日角笛と時の声の日城壁のある町々と高い四隅の塔が襲われる日だ私は人を苦しめ人々は盲人のように歩く彼らは死に罪を犯したからだ 彼らの血,血は塵のように振りまかれ、彼らの腹綿は糞のようにまき散らされる。彼らの銀も彼らの金も主の激しい怒りの日に彼るを救い出せない。その妬みの日で全土は焼き払われる。主は実に地に住むすべてのものをたちまち滅ぼし尽くす。<laughs> はい、最後に、ね、三,三章を読み出します。ゼパネッション三章。 ああ反逆と汚れに満ちた暴虐の町呼びかけを聞こうともせず暮らしめを受け入れようともせず死に信頼せず神に近づこうともしないその主張たちは町の中にあって吠えたけるおじしそのさばきつかさたちは日暮れの狼だ朝まで骨をかじってはいないその預言者たちはずうずうしく裏切る者その祭司たちは聖なる者を汚し立法を犯す 主はその町の中にあって正しく不正を行わない。朝ごとにご自分の正義を残らず明らみに示す。しかし、不正をする者は恥を知らない。私は四国の民を立ち滅ぼした。その四隅の塔は荒れ果てた。私が彼らの通りを廃墟としたので通り過ぎる者は誰もいない。彼らの町々は荒れ廃れて一人の人もおらず。 住むものものない私は言った。私はただ私を恐れ、懲らしめを受けよう。そうすれば、私がこの町を罰したにもかかわらず、その住まいは立ち滅ぼされない。確かに彼らは繰り返してあらゆる悪事を行ったが、それゆえ私を待って、死の見つけ。私が証人として立つ日を待って、私は諸国の民を集め、諸々のの王国をか,か,きかき集めて裁き、 私の憤りと燃える怒りをことごとく彼らに注ぐ。まことに全地は私の妬みの火によって焼き尽くされる。その時私は国々の民の唇をかいて清くする。彼らは皆主の皆によって祈り、一つになって主に仕える。屈指の顔の向こうから私に願い事をする者、私に散らされた者どもが贈り物を持ってくる。 その日にはあなたは私に逆らったすべての仕業のために恥を見ることはない。その時、私はあなたの中からおごり高ぶる者どもを取り去り、あなたは私の聖なる山、二度と高ぶることはない。私はあなたのうち、へりくだった、夜るべのない民を残す。彼らはただ主の皆に身を避ける。イスラエルの残りの者は不正を行わず、偽りを言わない。彼の口の中には欺きの人はない。 誠に彼らは草を食べて伏す。彼らを脅かすものはない。ンの娘を喜び歌い、イスラエルを喜び叫べ、エルサイムの娘を心の底から喜び勝ち誇れ、主はあなたへの宣告を取り除き、あなたの敵を追い払われた。イスラエルの主はあなたのただの中におられる。あなたはもう災いを恐れない。その日 エルサレムはこう言われる。シオンよ、恐れるな。気力を失うな。あなたの神。主はあなたのただ中におられる。救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ。その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。霊災から離れて悲しむ者たちを私は集める。彼らはあなたからのもの。そしりはシオンへの警告である。身をその時。 私はあなたを苦しめたすべてのものを罰し、足の泣いたものを救い、散らされたものを集める。私は彼らの恥を栄誉に変え、全地でその名をあざさせよ。あざさせよ。その時、私はあなた方を連れ帰り、その時、私はあなた方を集める。私があなた方の目の前で、あなた方の繁栄を元どにするとき、地のすべての民の間で、 あなた方に、えー、名誉と栄誉を与えようと主は仰せられる <laughs> 感謝いたしますえ今日はえ、まあゼパネーション書の、えー、2章のこの、えー、特に、えーまあ、3節をに目を留めて、えー、いますけど主、えー、のお定めを行うこの国のすべてのへり下る者よ主を尋ね求めよお義を求めよ入馬を求めよそうすれば主の怒りの日に囲まれるかもしれない えーまあ、このゼパニア書は、えー、一章の一節にこう書いてありますね。ユダのアモンの子、ヨシアの時代に、えー、クシの子、ゼパニアった主の子、えー、クシはゲダリアの子、ゲダリアはアマリアの子、アマリアはヒゼキの子である。えー、感謝とします。この、えーまあ、小予言書ですね、えーまあ。4つの大予言書と言われていますけど、えー、イザヤ書そうです、ね、エレミア書、うん、エゼケル書、ダ,ダニエル書が まあ四大有言書と言われると思いますけどこのように北のイスラエルは先にもうアシラに滅ぼされ南のユダもこの偶像崇拝そうですねそういう偶像崇拝の陥りこのバビロンのデブカルネザルによって滅ぼされるその時期北のイスラエル南ユダに多くの有言者が現れて まあ、先ほど言ったエレミア、ゼケル、ダニエル、イザヤと言います、また、証言,証言者ですね、ザパリアムゼパリアムもそうですけど、このように神様に立ち返るようにという言葉ですね、この前回のメッセージ,メッセージでは、イエス様が御言葉で御豊かなを結びなさい。そしてこの イエス様自身が奇跡を行われました。えー、この弟子たちにもしっかりしなさい。信、え、仰、ー、の薄いものだ。本当にトップを見て、私たちは、えー、人生のいろいろなトップを見て、恐れ、ま、迷うものですけど、イエス様に信頼して、御言葉に信頼して歩みたいと思います。えー、特に今日はこのジャパニーハンス書の、えー、これを注目して、えーえー、歩みたいと思います。 預言者からの御、えー、言葉ですけど、私に与えられた御、えー、言葉チャレンジとしてい、えー、きたいと思います。最後に死の定めを行う、この国のすべてのへれくだる者よ、死を尋ね求めよ、義を求めよ、幽和を求めよ、そうすれば主の怒りの日に囲まれるかもしれない。えー、この死を尋ね求めよ、義を求めよ、幽和を求めよ、感謝いたします。私もこう いいこういうもので、ありたいと願うものです。感謝いたします。えー、このメッセージの今日、ゼッパネの人の2章のメッセージを心よく感謝して、えー、イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン感謝いたします。マサアとのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。えー、次回、また聖書メッセージで、えー、お会いいたしましょう。マサアとでした。仕上げネスパッションプルズュー。シャロム、シャロム、シャロム。